こんにちは。認知症予防チャンネルの吉安です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日ですね、ライフスタイルの改善とテロメアについてお話ししていきます。カリフォルニア大学予防医学研究所でですね、35人の男性のうち10人にライフスタイルの改善をしてもらったという研究があります。食生活では低脂肪で、果物、野菜ですねの多い食べ物を食べていただき、そしてですね、週5回以上の有酸素運動をしていただく、さらにストレス管理もしていただいたという、トータル的な、生活環境ですね、健康管理をしていただいたという研究になります。そしてですね、5年後にこの人たちの採血をして、テロメアの長さを測ったところ、何もしなかったグループに関しては 3% ですね、テロメアが短くなったと。そして健康習慣ですね、生活環境を変えたっていうグループに関しては 10% テロメアが長くなったという研究結果が出ております。テロメアとはですね、人間の寿命に関わると言われておりまして、命の回数圏とも言われております。そしてですね、染色体の末端部分を保護する役割も担っております。染色体とはですね、すなわち我々の細胞内にある大事な遺伝子情報の DNA のことを言います。適度な運動や適切な食事、そして良質な睡眠、ストレスをためないこと、これがすなわち健康や長寿の秘訣とされております。これは当たり前のことなんですけども、それが当たり前のことがテロメアにも当てはまるということになります。逆にこのテロメアを見ることでですね、この人の生活習慣や病気、健康度合いが浮き彫りになり、病気との関係をより明確にするということができるかもしれません。生活習慣はですね、テロメアに関してなんですけども、タバコを20本、10年間毎日吸う人は5歳分、肥満の人は8歳分、運動習慣なしの人は10歳分ですね。テロメアが短いという報告があります。食事における糖化は細胞の機能低下や機能不全を起こしまして、結果的に細胞分裂を促進するテロメアを短縮していくということになります。またですね、睡眠時間が短い人もテロメアが短いということが報告されております。長寿の方の睡眠時間を見たっていう、広告があるんですけども、これがですね、7時間ですね、取ってる人たちが一番長寿だったという研究が、報告があります。そしてですね、スポーツ界で、パフォーマンスを上げるということなんですけど、これも8時間ですね、睡眠をとった人たちが最もパフォーマンスが高かったという研究報告もあります。テロメアが短くなると染色体が不安定になり、遺伝子の変異が起こりやすくなります。その結果ですね、最悪の場合、がんの発生を招くと言われております。またですね、脳の萎縮とも関連していると言われておりまして、認知症や、認知機能、脳の機能が衰えるリスクも上がってきます。あなたもですね、食生活、有酸素運動、睡眠、ストレス感マネジメントですね、こういったですね、生活習慣を変えてみて健康長寿を目指してみませんか。本日の動画が良かったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは、さようなら。